こんにちは、柴戸です。今日はですね、ちょっと面白いことを発見したので皆さんに共有したいと思います。まあ、元々はですね、布袋さんのラストシーンという楽曲のギターソロや、あとルナシーのトゥルーブルーのギターソロの時に使われているであろうエフェクター、まあ、ベンド系のエフェクターですね。ちょっと音が揺れる感じの、まあ、トレモロとはちょっと違う揺れ方をするんですけれども、それでラストシーンの音作りをですねしてたんですね。でその時使ったのがこのエフェクターです。 MS50G のベンドコーラス、こちらを使用しました。でこれでラストシーンやトゥルブルー風な感じの音をですね作ろうかなと思って遊んでたんですけれども、そしたらですね、このエフェクターを踏んだらですね、意外も意外、あの布袋さんがですね歌ってる風な感じのエフェクトがかかるっていうことに気づいてしまいました。でこれはですね結構面白いんで、ぜひぜひ皆さん MS50G 持ってる方は遊んでいただけたらなと思います。じゃあ早速鳴らしていきますね。ではエフェクトをかけずに普通にラストシーンのソロを弾いてみたいと思います。まあ普通にかっこいいですよね。布袋さんっぽい普通にかっこいいギターソロなんですけれども、これでですねベンドコーラスを踏むとさらに布袋さん風が増してですね、むしろ布袋さんが歌ってるかのような感じの音になります。でちょっと聞いてください。というふうな感じになります。どうですか、この布袋さん感。この辺のチョーキングの音すごい布袋さんっぽいですよね。というふうな感じで布袋さんが歌ってる風な感じのエフェクトも MS50G では出せますということで、今日は皆さんへご報告でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。